はい、おはようございます。えー、今日はですね、えー、言葉についての話をします。えー、日本はあの昔から言霊の国だよって言われてるんですけど、本当に世界で一番ぐらいあの言葉を大切にしている国じゃないかと思いますで。また日本の言葉ってすごく味わい深いんです。でよくあの、 丸ンで言うとあの天国言葉と地獄言葉って言い方するんだけど、ついてる嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せありがとう、りしますっていうこの言葉が天国言葉って言うんですけど、いつも自分が爽やかになって、聞いてる人が爽やかになるような言葉を言ってる人って、またそれを言いたくなるんです。例えば感謝してますって言ってるような人って、また感謝してますって言いたくなるような言葉が起きるんです。 ところが、なんていうのか、不平とか不満とか愚痴とか泣き言とかって言ってると、またそれを言いたくなっちゃうようなことが起きるんです。で、またそれを述べつ言ってるんです。で言葉によって現実を引き寄せるんだっていうことがあるんです。で、これが日本語の不思議なところで、その言葉によっていろんなことを引き寄せてしまう。それで、成功する人っていうのは必ず成功するような言葉を 癖を持ってるんです。例えばなんつうのかな。自分がいつもいつもこの言ってる言葉によって成功するか失敗するかの人生が決まっちゃうんです。それでよく私が教えるんですけど、座右の銘ってありますよね。私の座右の銘で、座右の銘って、やっぱりあれも言葉なんですよ。で、いい言葉を持ってる人と持ってない人で全然違うんですけど、例えばあの、 勇気がないんだ。自分は勇気がないんだって人ていますよね。で、そういう人は、私は勇敢であるとか、私は勇気を持ちたいんだっていうと、言葉の、言ってる言葉に対して自分が否定するんです。い自分は勇気ないよ。で、それよりも、言霊であの、この方法がいいよっていうのが、単語法ってやつなんです。勇気、勇気、勇気。 勇気を持ちたいとか勇敢に生きるとかって言っちゃダメなんです。ただ単語を勇気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 って何回も何回も言うんです。で、大体1000回以上言ってくると心が満ちてくるんです。それを何日間か続けると自然と勇気が湧いてくるんです。で、それだけじゃなくて勇気勇気勇気って言ってる間に勇気って 人にはっきりものを言えることなんだ。言う気持ちなんだ。っていうことが分かってくると、これがまた言葉の作用で、深い意味が分かってきて、あ、自分ってはっきりもの言わなかったな。で、そういうことも自然に浮かんでくるんです。で、それも何回も何回も言ってる間に脳の中から浮かんできて、自分に必要な言葉が浮かんでくるんです。自分はいろんないい人と出会いたいんだ。 異性でもいいし、自分の師匠になる人でもいいし、いい本と出会いたいとか、いいお店と出会いたいでもいいです。もの、ものとの出会いもあります。人との出会いもあります。で、出会いたい場合は、ただ単語で出会い、出会い、出会い、出会いって言ってると、出会い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 って言ってる間に、出会いって出て会うということかな。出会いというのは自分が出かけなければ、 起きないんだ。だから出会,出会い、出会い、出会い、出会いって言ってる間に、どっかへ出かけようって気になってくるんです。それはもう引っ込み事案だった前のあなたとは違うんです。心に出会いというのが詰まってて、出会いの意味すらわかってる。出て会うんだ。自分は愛が欲しいんだ。愛が欲しいなら愛を与えなきゃいけないんだ。 自分は愛が欲しい人を愛したいというより単語で、愛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 って言ったら、愛は満ち溢れてくるの。と愛、愛って言ってる相手に、愛ってあといなんだ。あといが重なった愛という言葉なんだ。愛ってなんだろう。愛上から始まった一番の後、二番のい一番大切、言葉の中で一番大切の始まり、あといなんだ。 言葉で大切なのは愛なんだ。愛のある言葉喋ろう。愛のある人生を送ろう。こういうことになってくるから、単語を並べる。で、単語を何回も何回も何回も、自分に必要な単語を何回も何回も言うの。で、これがいいことを呼び寄せる言霊の始めなんだよ。だから、ついてるでもいいの。ついてるついてるっていうのいっぱい言おうが、感謝してますでもいいの。天国言葉のどれかでもいいの。 変な話。美味しいね、美味しいねって。この言葉でもいいの。食べるときに。食べて終わった後。はあ本当に美味しかったねって。こういう言葉を連呼してみるの。で、一日何回も何回も言ってみるの。で、修行だと思って一つの言葉を一日千回言うといいの。千ってすっごい不思議な数字なの。千人でも何でもそうなんだよ。千という言葉には非常に不思議な力が持ってるの。これも言霊なの。 だから、一日好きな単語を一日1000回用っていうのをやってみると、すっごくいいことが起きるから、やってみてください。以上です。